このチームでは自分の役割としてはどっちかっていうと最初から出るっていうよりもチームが苦しい時に入って流れを変えられる選手になりたいなっていう思いはあります。日本の良さはやっぱりチーム力だと思うんですけど、世界の強力な子を前にしてもチームでそこに打ち勝っていくことで勝利は見えてくると思うんで、みんな本当に仲いいチームで、自分は予選とか戦ってなくて途中から混ぜてもらったって感じなんですけど、自分の良さもどんどん出していってチームの勝利に少しでも貢献できたらいいなって思います。